どうも、ハッペンだよ。今回乗っていく車両は、ティア・アイブ・エクチュ。SU85B に乗っていきます。今回の動画から、オープニングとエンディングをつけます。協力していただいた皆さんありがとうございます。それでは戦闘開始。正直、このティア隊の駆逐の動きがわからない。ここで車両説明。相変わらずの走行と少ない体力です。次に砲性能。貫通力以外は A20 と同じぐらいです。この車両も区画があまり取れず場所には気をつけないと撃てないです。敵が来ないのでもう少し出ます。誰にでも抜かれるので、あまり被弾しないようにしましょう。ギリギリ撃てないのか。おっと。なんかいるからいけないじゃないか。これ出てくるかな？ B1 が来るのかよ。交代急げ。こっち側も撃っとかないとな。184ダメいね。こっからどうしようかな。T67 やれるかな？チヌがいるのは予想外。こうなったら、うらー。あ、待って死んじゃう死んじゃう。それじゃあ2000目やっていくか。この時の投稿主は外から帰ってきたばっかで、プレイングがいつも以上に下手です。どうも投稿主です。今週は寒いですね。皆さんは私と同じようにならないようにしましょうね。それじゃ。ということで戻ってきた実況。ここの岩陰から狙います。あ、区画が。これ出たらバレるよな。44ダメは下振れだな。移動します。
ここでやりたいところ。死体が破損したらしい。まあ無理か。装甲貫通。取られた。あっち側やりに行くか。何々、事態が外れてしまいました。今年一番驚いたかも。おそらくレオパだな。あれか。狙ってる暇なかったわ。よくやったな。あとは味方が倒したので終わります。それでは次の動画で、バイバイ。